9月29日日曜日午後5時20分の日本海はさすがにもう誰も海に入ってませんが、今から仲間が1人セカンドラウンドで本日2回目のサーフィンに入ると言ってました。まだ入れば乗れる感じですね。こちらも無風で面の綺麗なうねりがかなり奥から入ってきて、ドカンとインサイド気味にダンパー気味に割れますが、待てば10分に1本ぐらい乗れる波入るのかな。こっちでももうちょっと沖で割れてくれたらって感じはしますね。でも気温は27度ぐらいです。風は今オフショアが吹き始めました。海にはまだいい感じのうねりは入りますが、なかなかどこで乗れるのかポイントが難しい感じもしなくもないですね。明日どうですかね。波残りますかね。お、来たか。行けるかな。これ OK。こんにちは。干潟はこんな感じです。